お前たちー、マリサタパス、したいかー。おーよーし、じゃあ今から参加費1000円でマリサタポッキーゲームするチャンスを与えてやる。さあ1000円払え、私で金儲けしようとしてんじゃねえよ。よし、じゃあまずは誰から行きますか。はいはいはいはーい。よし、じゃあウプ主で。やったー、念願のマリサさんとキスができる。え、まだ確定じゃないよ。え、そうなんですか。うん、マリサとポッキーゲームする直前にマリサのいいところを言ってもらいます。それでマリサが喜んだらキスしてくれるかも。よし、マリサさんのいいところは、いい匂いでつねねくんがくんがしたくなるところでーす。さあマリサさん、いかがですかー。よー。キモい、消えろ、ちくしょうねー。はい、残念でした。ふ、うぷ主くん、君は女性心をわかっていないんだよ。女性はエロスに弱いんです。マリサくん、私の石焼き芋を食べてくれたのえ。消えろクズ野郎、てかマジでしね。おーのー。はぁ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 、回答はデリカシーがなさすぎる。この少女、モラモラぞ。マリサ、あの子綺麗だね。でも、君の方が綺麗だぞー。お、いけるかな？いろいろ臭いんだよ、てか呼び捨てすんなゴミ。ちょうねー。はい、ということで今回はマリサとキスできる人は0人でした。レイムさん、もう一度だけチャンスを。後が控えてるので結果で。おいレイム、稼いだ金全部私によこせよ。検討します。検討じゃなくてよこせ。さあさあマリサ、どんどん働いてください。稼いだお金で PSVR 買うから、絶対お前の口座から抜き取ってやるから覚悟しろ。てか PSVR の前にお前は闇金に金返せ。それはまた今度で。おー。残念だったな。はい、このように最初からキスさせる気なんてございません。参加者様ー。ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたらこちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。